私は葵、会社員の夫である高志と暮らす30歳の専業主婦だ。それじゃあ行ってくる。今日も遅くなるから。わかった。あ、そうだ、今日は私友達とご飯を食べに行ってくるね。高志が帰るまでには帰ってくると思うから。そうなんだ、俺も帰りは遅くなるし外で食事を済ませるから大丈夫だよ。うん、じゃあ行ってらっしゃい。高志は一流企業に勤めている。最近は仕事が忙しいようで帰りが遅くなる日も増えていた。私は大学時代の友人マリカと久しぶりに再会した。ごめんね、葵、遅くなって。別に大丈夫だよ。仕事大変そうだね。うん、でも超絶ブラックな会社をやっと辞めることができるの。そうなんだ。でも次の会社がなかなか見つからなくてさ、辞めるのも大変だったけど、辞めたら辞めたで大変なんだよね。資格もたくさんあってバリバリ働いているマリカが再就職先に困っているというのは驚きだった。マリカでも再就職に困るの？うん、やっぱり中途となると厳しいのよ。せっかく辞めてもまたブラックに戻ったら意味ないし、世の中は人手不足なんて言うけどね、安い金額で人材を買い叩きたい企業ばっかりよ。そうなんだ。私なんてずっと専業主婦だからな、今から働けなんて言われたら困っちゃうよ。でも葵は専業主婦になって幸せなんだから気にしなくていいじゃない。料理だって上手だし。料理は好きだけどさ、それだけっていうのも不安じゃない？旦那さんの稼ぎはいいんでしょ？葵は専業主婦として旦那さんを支えてあげればいいのよ。私は結婚なんて考えられないけど、女の幸せはたくさんあるはずなんだから。そうかな。そうだよ。ああ、でも困ったな。こんなに仕事が決まらないなら、いっそ自分で会社を立ち上げようかしら。私はマリカのポジティブさに感心しつつ、専業主婦である自分の肩身の狭さを思い知ったのだった。そんなある日、一通の手紙が自宅に届いた。何かしら。え？中を見て驚いた。嘘。これ全部ホテルで撮ってる写真だ。明らかに事後と思われる高志の写真が何枚も入っていたのだ。浮気？その写真とは別に手紙が添えられていた。高志と別れてください。数秒経ってからようやくこれが浮気相手からの手紙だと認識した。そんな、あの高志が浮気だなんて。これまで高志の浮気なんて全く考えたこともなかったが、思い返してみれば不自然な点はあった。特にここ最近は残業で帰りも遅いし、出張も多くなっていた。その夜、高志、疲れてる時に悪いんだけど、ちょっと聞きたいことがあるの。今日こんなものがうちに届いたんだけど。え？誰かのいたずらとかかな。すまない、実は去年入った新人の子とそういう関係になったんだ。え？葵には悪いことをしたと思うし、こんな風に迷惑をかけて申し訳ない。だからちゃんと慰謝料も払うから離婚してくれないか。私はショックを受けると同時に、いきなり離婚を切り出されたことに驚いた。離婚？それと同時にマリカの話を思い出した。嘘、これから一人で生きていかなきゃいけないってこと？私なんて何の資格も才能もないのに。いきなりそんな。高志は私と離婚しないの？こんなことがあって葵と一緒にいるわけにはいかないと思ってる。相手の子のこともあるし、自分なりに責任を取らなきゃまずいしさ。その時、そんなこと言わないで。嫌よ、離婚なんて。え？勝手なこと言わないでよ。でも浮気したってことは私にも原因があるんでしょ。私も改めるから離婚だけは考え直して。高志に好かれるように私ももっと頑張るから。離婚後への不安から気が動転した私は、高志からの離婚の申し出に反対した。浮気した高志を責めることなく、私の方から高志にすがってしまったのだ。まあ葵がそう言うなら考え直してもいいけど、でも俺だって元の関係に戻れるかはわからないんだろ。うん、ありがとう。私は自分が捨てられないことに安心し、なぜか高志にお礼を言ってしまっていた。この時はそんな自分の愚かさにすら気づかなかった。その日から私は高志に好かれようと努力した。お帰りなさい。今日は高志の好きな魚のフライを作ってみたの。ああ、今日は魚って気分じゃないんだよな。肉とかないの？だったら今日は外で食べてこようかな。あ、じゃあお肉もあるから急いで作り直すね。高志がお風呂に入っている間に作っちゃうから、ちょっと待ってて。こうしていつの間にか上から目線で接する高志と、別れたくなくて高志の言いなりになる私という関係が出来上がってしまっていた。もちろん高志の浮気は続いており、私の前で隠そうともしなくなった。もうすぐ給料日だからさ、一緒に行こうよ。大丈夫大丈夫、チケットは俺が取っておくから。出張という嘘すら言わなくなり、突然帰ってこない日も増えた。私は高志との関係を戻したい一心で好かれようと努力したが、見向きもされなかった。はあ。そんなある日、
決定的な事件が起きた。おう、今帰ったぞ。お帰りなさい。え？さあ、上がって上がって。お邪魔しまーす。ちょっと。はじめまして、たかしさんとお付き合いしている、あけみです。あんたが、たかしと別れずに付きまっとっている奥さんね。いい歳してみっともない。恥ずかしくないの？あけみと名乗る女は、私よりも10歳近く、年が離れていた。あけみ、そんなこと言うなって。私はいよいよ自分が惨めになり何も言えなくなってしまった。なあ葵、明美に何か作ってやってくれよ。葵の料理がうまいって言ったらやきもち焼かれちゃってさ、俺の言うことを信じないからこいつに食べさせてやりたいんだ。何を言ってるの？私にたかしの浮気相手の料理を作れってこと？その瞬間、私の中の何かが壊れた。ふざけるな。調子に乗るのも大概にしろよ。なんで私が浮気相手に料理を出さなきゃいけないのよ。ふっ、もう我慢できない。あんたたちの望み通り離婚してあげる。その代わり慰謝料はしっかり払ってもらうから覚悟してね。おい葵。今まで見せたことのなかった私の剣幕にさすがの高志も驚いた様子だったが、何よりもこんな大声で怒れることに私自身が驚いていた。あんたも同じよ。ひっ、他人の家庭を壊したんだからそれなりの覚悟をしてるんだよね。しかも浮気相手の家に来るなんてどこまで舐めてるの。あんたにももちろん慰謝料を請求するし、絶対に幸せにしないから。私はそう吐き捨てるとそのまま荷物をまとめて家を出た。実家に帰った私に、たかしからはメッセージが何件も来ていた。ごめん、さっきのはちょっとした冗談だったんだよ。戻ってきてくれよ。あけみもびっくりして泣いて帰ったからさ。何を言ってるの？これから弁護士に相談するからもう連絡してこないで。この時の私は後先のことなど何も考えていなかった。ただあまりの惨めさで私の中の何かが壊れたことだけは分かった。それから数日後、テキパキと行動した私は弁護士経由でたかしとあけみに慰謝料の請求をした。私の両親のフォローもあって、たかしは実家に近づくことも許されず正式に離婚が決まった。浮気相手のあけみは慰謝料を両親に泣きついたらしいが、激怒された両親からたかしとの交際は認めないと突き放され、結局二人は別れたらしい。たかしも慰謝料が払えずに借金をしたそうだが、不倫の噂が広まった会社に居づらくなり仕事を辞めてしまったようだ。とんだ災難だったみたいだけど、葵が元気そうでよかったわ。うん、なんかいろいろどうでもよくなって後先考えずに行動したの。ところで仕事はどうするの？これから探すよ。とりあえず今のところは実家暮らしだし、慰謝料もあるからゆっくり決めようと思っているけどね。料理は得意だから食品衛生士の資格だけ取ったんだ。そうなんだ。ねえ葵、いっそお店でも始めない？え？就職して人に使われるんじゃなくて自分で起業するの。私も再就職が決まらなかったから今は個人で活動してるのよ。働いてた時の人脈を生かしてコンサル的なこともしてるんだ。起業なんて。冷静に考えたら心配性で気の弱い私にそんなことができるとは思えなかった。だがそれ面白そうね。気づいたら私はそう答えていた。え、そう言ってくれるの？意外。葵って慎重な性格だからさ。確かにそうだよね。でもさ、元旦那と浮気相手に切れたって話をしたじゃない？あの時、実は何よりも自分自身にムカついたの。現状を変えることを怖がって何もできなかった自分にね。もう全部がどうでもよくなって、なるようになれって思ったら、なんかスラスラ言葉も出てきたし、行動もできたんだよね。もしかしたら私、あの時に生まれ変わったのかもしれない。そうなんだ。じゃあやってみようよ。成功するかどうかは戦略次第なんだから。私が全面的にバックアップするし、心配しないで。マリカはそう言うと、あっという間に駅前にある小さな店舗を見つけてきた。ここは居抜き物件で入れるから、改修費用や工事も最低限に抑えられるの。小さいから、葵一人のワンオペでも回せるはず。まるで私のために用意されていたような理想的な物件ね。ところで、ここで立ち飲み屋なんてどうかしら。駅前だから独身のサラリーマンが帰りに寄れるでしょ。おばんざいとして数種類だけ料理を並べておけば、料理の手間も抑えられそう。すごいじゃない、葵。ナイスアイデアだよ。こうして私は立ち飲み屋のおかみとして人生の再スタートを切ることになった。お、今日も空いてるな。いらっしゃいませ。狭い店なのですぐに満席になってしまうが、お客さんの評判も良く、あっという間に常連客で賑わう店へと成長した。半年後、葵、今日は客として遊びに来たの。すごく順調みたいね。マリカ、おかげさまでね。常連客もたくさんいるし、私も充実してるわ。マリカのおかげよ。本当にありがとう。いやいや、葵の料理の腕と気立ての良さが評判だからお客が集まるのよ。私もここまでうまくいくとは思わなかったけどね。でもお客様がいっぱい来てくれるのは嬉しいけど、私一人のマンパワーじゃこれで手一杯なんだよね。
もっとお客様を増やしたいけど、今はそれが悩みかな。ちょっとすいません。どうしたの、深夜さん。ああ、マリカ、この人は常連さんの一人で、深夜さん。深夜さん、私の友人でビジネスパートナーのマリカです。はじめまして、深夜さん。葵がいつもお世話になってます。実は俺、今の会社に就職する前はずっと飲食で働いてたんです。コロナ禍で閉店して知り合いの会社に就職したんですけど、この店で飲むようになって、やっぱり飲食っていいなって思って、もしよかったら俺を働かせてもらえませんか。え、葵さんの作る料理が好きなんです。もっといろんな人に葵さんの料理を食べてほしいなって常々思ってたんですよ。こうして予想外の助っ人が加わり、忙しい私を深夜さんがサポートしてくれることになった。おい深夜、そんなにママにくっつくなよ。いや、俺は別に。ごめんね深夜、お店が狭いからみんなに言われて大変よね。そんな、俺のことなんかより葵さんに申し訳ないです。深夜は料理も上手だし、私なんかよりはるかに接客がうまい。そんな深夜と店を切り盛りしているうちに、私たちは次第に惹かれ合っていった。そんな私の店に思わぬ客が現れた。葵、こんなところで何をしてるんだ。たかし、久しぶり。たかしこそどうして。仕事で用があって来たんだ。腹が減ったから何か食べようと思って入ったら、まさか葵がいたなんて。これは一体どういうことだよ。どういうことも何も、見ての通り、ここは私のお店よ。葵の店？そうよ。葵に店なんて出せるはずないだろ。おいおい、こんな働き者で料理上手のおかみに何を言ってるんだよ。え？そういうことよ。今の私はあんたが舐め腐っていたあの時の私とは違うのよ。ところで悪いけど他の店に行ってくれない？ここは浮気相手に料理を作らせるような客に出す料理はないから。なんだよ、今の俺は客だろ？席だって空きがあるじゃないか。お店にだって客を選ぶ権利はあるの。うちの店、あなただけはできんだから。ごめんなさいね。苦虫を噛みつぶしたような顔で押し黙る高志だったが、店の空気を感じ取ると肩を落として出ていった。すっかり忘れていた存在の高志だったが、寂しそうな後ろ姿を見るとどこか見返せたようで嬉しかった。私ったら、なんであんな情けない男にすがっていたんだろう。まあ過去の話なんだからどうでもいいか。葵さん、いいんですか。深夜は気にしないでいいよ。塩でも撒いといて。私を慕ってきてくれるお客さんと深夜を見て、改めて自分の成長を感じるのだった。